接近とても近いだし、外に出ないでね。私は明日はもう一歩も外出ないですね。もう食料も調達したし、アイスも買ったんで お芋のアイスあるよね。そう、なんか今日買いに行ったらパルムのお芋のやつあって、それなんかツイッターでバズってるの見とって買おうって思ったんだけど、でももう一個悩んだのがあって、なんか何買ったんかいねでもそっちにをね選びました。パルムねじゃない方にした。買ったのはあれだ、ソーダ味のあのバニラとソーダの味の棒アイス箱の。そう、それとパルムの箱の買うか悩んだんです。でもアイスボックスも2個買いました。ガリガリ君じゃない、なんか中はガチのバニラのやつで、外がラムネのやつ、なんか実家によくあるやつ、うん、箱買いするんですね。うん、アイス箱買いしますね。コンビニの冷凍大学芋、え、めっちゃ美味しいよね冷凍大学芋。コンビニの、私もねめっちゃ好きよあれ、ほんまに美味しい。チョコミント、ブラックサンダーのチョコミント味食べた、食べましたよ。チョコミントも大好き。パリパリサンド美味しい。私もパリパリサンドが一番好きなアイスかも。なんか味とかじゃなくて、この商品みたいなやつだったら、最近また復活したんですよ、パリパリのやつのクッキーでサンドしてるやつ、こんぐらいの大きさの、これ本当に大好きなの、本当に大好きなの、これあれマジで美味しいんよ。私めちゃくちゃあれ大好き。あれがねちょっと本当に1位かもってぐらいアイス界で一番好き。でサンド系が好きなんですよ、クッキーとかしっとりクッキーみたいなサンドしてるアイスが好き でパリパリのやつめちゃくちゃ美味しい、あれ本当に美味しい、大好き。ちょっと前までね、なんかあんま見ん期間があってね、なくなったんかなと思いよったんだけど、最近またね現れました。そう、超嬉しい。ミホリンが一番って言ってた。ミホリンとは気が合いそうです。あれ本当に美味しい、あれえげつない、うん、でも今ねガリガリ君のマンゴー味、大人のガリガリ君みたいな感じでマンゴー味があるんやけど、あれもねめっちゃ美味しい。
私あんまりさっぱり系のアイス食べてなかったんですけど、最近ちょっとだけそう気をつけ、まあ気をつけるならアイス食べるなって感じなんですけど、めっちゃアイス食べたいけどちょっとだけ気をつけてみようかなって思った時にさっぱり系食べ始めて、そしたらめっちゃ美味しくてさっぱり系にハマってます。今夏じゃけんよりそそられるんかも。めっちゃ美味しいマンゴー味のやつ、なんかねガリガリ君の氷っぽさもあるんやけどちょっとしっとりしとるというかね。美味しいのよ。冬でもアイス食べるのが信じられません。めちゃくちゃ食べますね。うん、アイス大好き。アイスボックスとかそれの極みやな。そう、アイスボックスめっちゃ美味しくて大好きなのにめっちゃね、そうカロリー低いんですよ。11カロリーぐらい。アイスボックスめちゃくちゃ食べてます。うん、アイスボックスにサイダー入れて飲むの好き。なんかさアイスボックスその飲み方なんか有名ですよね。私飲んだことしたことないんですよね。アイスボックス単体ですかね、食べたことない。やってみたいな。なんかよい。今何時だろう。今何時ですか。あ、55分ありがとうございます。あ、スクショタイムしよう。少々お待ちよ。花田さん、ストライク。真っ赤なハートに。ハート。ハート。髪がさ、はい、皆さんいい感じに撮れたやつをツイートしてくださいね。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ランキングを読みますね。20位ロッサさん、19位のりふみさん、18位バンブーホースさん、17位オンタさん、16位フークロさん、
15位グリオティーヌさん、14位ジムジムさん、13位キョンシーさん、12位オシメンナナミンさん、11位コアッパさん、10位ミックさん、9位モヤ太郎さん、8位東京のスワンさん、7位ケンケンさん、ラッキーセブン。うん、私今さ2回ケン言った？言ったよね。ごめんなさい。ごめんなさい。7位、ケンさん。ラッキーセブンありがとうございます。ケンさんの名前の文字をずっと見ていたので、2個言ってしまった。すみません。ケンさんありがとうございます、うん、6位アポロンさん、5位永井さん、4位南波の久人さん、3位ツリケンさん、スリースリー、2のぞみやんごうさん、ツーツー、そしてそして第1位はヒュン陽一さん、イエーイ、イエイイエイイエイ、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、うん、皆さん今日は配信来てくださってありがとうございました。